足摺は、日本海軍の給油艦。軽質油運搬艦である足摺型給油艦の一番艦。艦名は、高知県にある足摺岬による。仮称艦名、第219号艦。1941年度、丸林計画二次計画により三菱重工業、長崎造船所で建造され、1943年1月30日に、竣工。横須賀鎮守布石となり、同日連合艦隊付属となる。足摺の竣工後の行動は断片的にしか判明していないが、まず4月10日に西岐を出港して横浜に向かっている。6月15日には特務艦の須崎、陸軍タンカーの黒潮丸、タンカーの天津丸と共に船団を構成して佐世保を出港して南方へ向かう。自破飛船団開設前夜、まず敷設艇の平島の護衛で、高尾に向かい、高尾では、天津丸と別れ、また、護衛艦が平島から、駆逐艦若竹に変わり、Z 船団を名乗って6月21日に、高尾を出港。三ジャックを経由し、6月28日に、湘南に到着した。9月22日には、佐12船団に加入して、門司に向かう。船団は9月25日に、アメリカの潜水艦ボーフィンの来撃で、特設運送船の霧島丸が沈没。足摺及び中型タンカーの清新丸に対しても魚雷が発射されたが回避した。11月10日には佐17船団に加入して湘南との間を往復。1944年に入り、1月6日に特務艦の塩屋、特設運送船の京川丸と共に臨時 M 船団を編成し、第36号哨戒艇の護衛を得て、高尾を出港。マニラまでは、日29船団と同行し、1月9日にマニラに到着後分離して、タラカン島経由、1月15日にバリクパパンに到着した。以後、バリクパパンとダバオ、サイパン島間の軽質油輸送などに従事。4月29日から5月1日にかけては、第30号哨戒艇の護衛を得て、タラカン島からバリクパパンへ航行。6月1日時点では、ヤップ島にあった。6月5日、足摺は、高崎と共に、海防艦関樹の護衛で、スールー海を航行中、北緯06度32分東経120度40分、北緯 6.533 度東経 120.667 度、6.533120.667 の、クラシアン島近海で、アメリカの潜水艦パファーから発見された。パファーの発射した魚雷が7本すべて命中したと判断され、足摺と高崎は、このパファーの雷撃によって沈没した。7月10日除籍。栗林毛崎地大佐、1942年7月10日から1943年1月30日、栗林毛崎地大佐。1943年1月30日から1943年10月10日、佐々木清次大佐、1943年10月10日から1944年6月15日、福井ピアニッシモ390から391では、連装機12機になっている。日本海軍全艦艇史 P864 掲載の足摺の行使時の、写真では3連装機銃を搭載、同 P865 の塩屋の行使時の写真では、機銃はまだ未搭載、日本海軍艦艇図面集 P114 図83の塩屋一般偽装図は3連装2機。塩屋と同じ兵装であるなら、爆雷投下第4機、爆雷を搭載する。ありがとうございます。